観光通貨ニュースです。いや、イーサリアムですね。この前でしょ、20万円を超えるかどうかって時に、その時に私は20万を超えたらもうすでに買う気が失せると思うから、20万を超える前に買っておきましょうねってことを申し上げました。あ、そして30万に迫るかどうかって時から一気に40万を超えましたね。現在の価格42万8735円となっております。私はね、100万に向かうと思ってずっとイーサリアムについてのお話をさせていただきましたけども、どうですかね、100万に対してもう 42% クリアしてるわけなんですよ。そんなに無理な話じゃないと思います。で、私の期待しているのは7月だったと思いますけども、このイーサリアムの送金手数料、いわゆるガスっていうのがね、ずいぶん割安になるみたいなんですよ。そしてプラスアルファでデファイの知識もどんどん広まってますよね。分散型金融、暗号通貨を使って暗号通貨を増やす、こういった形が今どんどん広がってきてます。それからですね、ステーキング報酬っていうのも各暗号通貨でどん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 ついてくるようになりましたね。ちなみに私、リスクっていう暗号通貨を持ってるんですけども、こちらの方もね、数年単位でものすごくね、ステーキング報酬が毎週月曜日に入ってるんですよ。今日だったかな、入ると思いますんで、すごく嬉しいなと思います。何もしなくてもリスクが振り込まれましたっていうね、メールが通知が来るんですよね。それから明日なんですけども、カルダネーダのステーキング、これもまたね、5日ごとの更新になりますけども、明日も付与されるということで、もうワクワクしっぱなしでございます。で、ビットコインなんですけども、今630万弱つけてますが、ビットコインの方もね、ついこの前ですよね、100万200万みたいなこと言ってたのは。確か2017年か2018年に暴落したみたいなこと言って、240万ぐらいから一気にね、30万ぐらいになっちゃったようなことがあったと思います。 90% ダウンですよね。しかしそこからどうですかね、何年もしないうちにもうここまでね、700万をタッチするとこまで来ちゃったわけなんですよ。という形で暗号通貨っていうのは短期で勝負するにはあまりにもね、もったいないというか、損失を出しすぎるんで、短期で勝負するんだったら上がったらすぐ決済みたいな、決済する度胸が必要ですよね。で、長期でやるなら、高々の損失っていうのは、含み損っていうのは覚悟の上でやらないといけないですし、やっぱあくまでも余剰資金でやることによって資金が増えるわけですよね。だからここにね、生活資金とか借金を入れちゃうと、もうね、まともな投資感覚じゃなくなってきますよ。それこそギャンブルになっちゃいます。だから私あんまりお勧めしませんね。そして ADA なんですけども、200円いきそうじゃないですか。これ今195円ですからね。で、リップルはまあ167円ということで、まあまあ値段が下がったとは言ってもね、同水準ですよね。ちなみにリップルに関しまして、私大量決済しましたけども、自分の目標利益がいったから決済したんですよね。もちろんこれから持っていればまだまだ伸びる余地はあったかもしれません。でも逆に伸びない余地もあるわけなんですよ。暗号通貨ってのは何が起こるか分かりませんから、瞬間的なことだけを切り取ってね、私は売り時が良かったとか、お前は売ったからバカなんだとか、そういう発言にはならないと思うんですよ。で、もう一人一人ね、どれぐらいの余剰資金を増やしたいのか違いますからね。で、どんな思いでプロジェクトに参加しているかも違うんで、自分の判断基準と違ったからといってその人を指さしてね、バカ売買するのはどうなのかなと思っちゃいますよね。ということで本日は暗号通貨のお話させていただきましたけども、皆さんにも感じるところがあったら幸いです。おまけコーナーですけども、ジンフィンネットワークで見てみましょうか。ジンフィンネットワークね、かなり上がってきたんじゃないかなと考えるんですけどね。ただもうジンフィンネットワークね、申し訳ないですけどもどうでもよくなってきました。もう他の通貨が良すぎてですね、主要通貨が、あ、100位ですか、10.61円。まあ、ジンフィンネットワークね、買われた方、私2円とか3円でお勧めしたと思います。少なくとも5円までに買っておきましょうとお話ししましたけども、今10円超えて倍になったでしょ。私は30円40円が、まあ、目標数値だと思いますけども、ただここで決済してね、ジンフィンネットワークを忘れてもいいんじゃないかなと思います。少なくともそこに投入した資金は倍になったわけですから、自分の力量に応じた決済ポイントを持つのが重要だと思います。深追いすると深手を負うってこともありますんでね。では本日は以上でございます。